第一章。親分、ゆんべの火事を知ってるかい？雨屋の仙太郎少年は雨箱をガチャガチャ鳴らしながら庭木戸を開けてぬーっと入ると、南日のいっぱいに入る縁側に腹ばいになって初見中の池田大輔に声をかけるのでした。芝口のあたりだと聞いたが、それがどうした？大輔は読み差しの青拍子を閉じて敷居際に立ちました。26歳になったばかり、色の浅黒い背の高い美男型ではありませんが、知的で明るくていかにもいい男です。名奉行大岡越前の神忠助が大岡ごっこをやっている町の少年の最地に驚いて、貧しい桶屋の父親に恋受け、手元に引き取って育てたのがこの池田大輔です。それから十何年、今では越前の神の用人を兼ねて無人所与力といった格で名代の大岡裁きを助け、江戸中の難しい事件の解決に天輪の才能を傾けているのでした。雨屋の仙太郎は奔放自在な町の悪少年でしたが、大輔に拾われて聖堂に帰り、飴を売って一人の母親を養っているとんだ高校者。これは池田大輔を親分扱いにしてその仕事を手伝っている17歳のわんぱくです。その火事が付け火だったんだ。16になったばかりのめっぽうきれいな娘が2人危なく焼き殺されるところよ。それはけしからぬことだな。大輔は眉を潜めます。消防設備が不完全で保険という制度もないのに、繁盛に任せてめちゃめちゃに立て込んだ江戸の町では火事ほど恐ろしいものはなく、付け火は殺人以上の極悪犯罪で、八百七の昔からそれは火あぶりという極刑をもって戒められております。二人のうちの娘一人はひどい火傷で、それを助けた母親も怪我をしたようだ。何としても太刀の悪い付け火だから、池田様にご出役を願いたいと、これは源太親分のことずでさ。では出かけるとしよう。美濃、仙太郎に茶でも飲ませるがいい。かけてきて息を切らしているようだ。大輔が着替えをするうち、お美濃は出がらしの茶を一杯縁側に波乱杯になっている仙太郎に持ってきております。け、この茶かい。おかみさん気取りで嫌にケチだぜ。おみのはあまりの毒舌を浴びせられて真っ赤になって立ちすくんでしまいました。軽業小屋で育って天女という芸名で鳴らしておりましたが、危ういところを大輔に助けられて5年、お長屋に引き取られて客分とも奉公人ともつかず、大輔の身の回りの世話からお勝手までも切り回している世にも美しい娘だったのです。大岡越前の神をはじめあたりの者が心配して、二人を晴れて夫婦にという話も幾度か持ち出されましたが、お美濃の親元が不明だったので、お美濃の方に遠慮があり、そのままお預けを食らった形で二十歳の春を迎えたお美濃でした。おかみさん気取りと言われて真っ赤になった哀れさを気がついてかつかないでか、殿様から頂戴した落雁がまだ残っているだろう。お裾分けをしてやるがいい。大輔はさりげない調子です。落雁を平らげてお茶の3杯目をもらった頃、大輔の支度が出来上がりました。おすき屋橋うちの南町奉行所お長屋から芝まではほんの一走り。ここだよ親分。とある路地を入ってやや広い橋の板塀の中に母屋と離れと二棟まだ焼け落ちたままくすぶっておりました。池田様、ご苦労様で。迎えてくれたのは御用聞きのいい顔で源太という四十男でした。付け火だそうだな。それも太刀が悪いござんす。離れの入り口や雨戸を外から釘付けにした上、三方に燃え草を積んで一度に火をつけた様子で、中には娘が二人だけ休んでおりました。その娘たちはどこにいる？ご案内いたしましょう。第二章。焼けたのは尾張屋小左衛門という
名古屋の大きな呉服屋の江戸の出店の寮で、主人の小左衛門は早く名古屋の本店で亡くなり、若い御家の奥には店を主人の弟の小平に預け、自分は二人の娘を連れて生まれた土地の江戸に住んでいるのでした。立ち退き先は同じ町内の佐野屋という呉服屋の裏座敷。池田大輔が源太に案内されて行った時は、ちょうど親子二人の火傷の手当てに来た外科が総髪のごま塩頭を振りながら帰って行くところでした。よう先生、怪我人はどうす？源太はそれを引き止めるように声をかけると、二人とも大したことはないよ。ことに母親の方は娘をかばいすぎてやられたので、これはほんの少しばかりの火傷だが、娘の方は格子窓を破って飛び出したので、火傷のほかに打ち身も引っかきもこしらえていると外科は言い捨てて帰って行きました。佐野屋の裏へ回ると、八畳を一間開けてもらって、そこに尾張屋の御家の奥にと娘のお鈴とお吉、それに下女のお作が少しばかりの哀れな荷物と一緒に転げ込んでおりました。池田様のご子役だ、何事も隠さずに申し上げるように。源太は一応引き合わせます。ご苦労様でございます。私は尾張屋の先代の連れ合いで国と申します。お国は縁側の板敷きに下がって丁寧に挨拶しました。年は38ということですが、華奢で色白で32、33にしか見えず、少し病身らしくはあるが、まずは立派な王城人のゴケぶりです。その上、命からがらの焼け出されにしては、身なりの整っている様子など、さすがに中年女の良いたしなみです。とんだことであったな、付け火だそうではないか。大助は縁側に腰を下ろしました。部屋の中には怪我をした方の娘お吉が包帯だらけになって寝ているのを、同じ年の娘お鈴が一生懸命に介抱しております。昨夜九つ過ぎでございました。離れの方で変な音がしますので、下女のお作は昼の疲れでよく寝入っておりますし、私はそっと起きて雨戸を開けますと、目の前がカーッと焼きつくような火でございました。最初は転倒して何が何やら分かりませんでしたが、離れが燃えていると気がつくと、私はもう裸足で飛び出しておりました。娘たちが離れで休んでいることを思い出したのでございます。池田大輔は黙って先を促しました。お国の言葉はそれほどよく行き届いて、整然と情景を組み立てていくのです。入り口の戸を開けようといたしましたが、中に締まりがしてあるらしく、私の力では開きませんが、火の手はもう三方に回って中へ燃え込んだらしく、二人の子の騒ぐ声も聞こえます。お前は助けを呼ばなかったのだな。あんまりびっくりして声を立てることも忘れたのでしょう。ふと気がついてみると、入り口の戸は外からしんばりがかかっているではございませんか。それを外して一押し二押ししているうちに、戸は内側へ倒れました。見ると離れの中はもういっぱいの煙で、その間をオロチの下のようにシンクの火がメラメラと走っております。奥には物静かで考え深そうですが、その雄弁は日頃の落ち着きと賢さを物語るようで、大助も口を入れる隙はありません。私は死に物狂いで二人の娘の名を呼びながら飛び込みました。私の産んだ娘のお吉よりも、私には義理のあるお鈴を探し出して、火の中から助けなきゃと思いまして、煙をかき分けて隣の部屋へ飛び込むと、畳の上に倒れて死んだもののようになっている娘がおるではございませんか。それを引きずるようにして外へ担ぎ出すと、それがお吉かお鈴かの見定めもつかず、もう一度飛び込んで残った一人を助けようと思いましたが、もう引けません。あっという間に中は一面の火で、飛び込んだ私がこの通り小瓶と腕を焼かれてしまいました。たけり狂う炎と命を限りに争う母性の勇ましさに、聞く方の池田大輔もさすがに胸をとどろかせました。で、はっと立ちすくんだとき、外から私の名を呼ぶものがあるではありませんか。おっかさん、私も助かりました。という声は、
ありがたいことにお吉だったのでございます。安心して離れから転げ出るのと、離れの内外が一面の火になってわらぶきの屋根がどっと焼け落ちるのと一緒でした。私は本当にお吉の呼び声のおかげで命拾いをしたようなものでございます。池田大助は言葉もなくうなずきました。母親の行き届いた話を聞きながら、娘のお吉は床の中から感謝に輝く目を瞬きます。痛々しい姿ですが、母親にらしく細表の色白で、老竹でさえ見える美しさです。それを介抱しているお鈴は、お国の前の連れ合いの産んだ娘で、お国とはままましい仲ですが、親子の仲は非常によく言っているらしく、立ち居振る舞いにもママ母のお国に対する親しさと愛情があふれます。他に気のついたことはないのか。大助は一応二人の娘に尋ねてみました。娘たちの答えからまた何か引き出せそうな気がしたのです。第三章。それに応じて最初に口を切ったのは、ママ娘で無事だった方のお鈴です。お吉さんと話し込んで夜を更かしてしまったので、火鉢の火の始末をして床へ入ったのは四つ半頃でした。二人とも寝つきのいい方で何にも分からずにいると、いきなり怖い夢を見てひどく咳をして目を覚ましたんです。私は自分の顔を濡れ雑巾で包まれているんじゃないかと思いました。気がつくと部屋の中いっぱい綿のような煙で息がつけなくなっていたんです。目の前へ稲妻のようにいくつもいくつも火が走りました。私はこれは大変だと思いました。一生懸命逃げようとしましたが、煙によって気が遠くなった様子で、あとはよくわかりません。襟首をつかまれて外へ出してくれたのがおっかさんだとわかったのは少し経ってからでした。お鈴の話はたどたどしいが印象的でした。マルポちゃんの可愛らしい娘で、お吉の寂しいが品のいいのに比べては見劣りますが、少しおてんばらしいのも明るくて親しめます。続いてお吉は床の上に寝たまま語り出しました。私は煙にむせて目が覚めると、すぐ雨戸に飛びついて上下の桟を外しましたが、戸は釘付けになっている様子で少しも動きません。どのともどのとも同じことです。そのうちにあんまり苦しくなって、畳の上を這いながら後ろの窓に飛びつき、戸を開けて格子を破ろうとしました。ここはわけもなく戸は開いたのですが、格子が頑丈で外れも折れもしません。そのうちに外から煙と火が吹き込んでくるので、私は死に物狂いで格子に体を投げかけ、ようやく一本だけ折ってそこから転がり出ましたが、その時はもう八方から回った火が窓へ吹きつけて、私の首筋から肩に燃えついたんです。お吉は包帯だらけの顔を上げて、痛々しくはあるが思いのほか元気でこう話し進めました。それから池田大助は静かにその先を促します。外へ出てお鈴さんがまだうちの中にいるかもしれないと気がつきましたが、窓は高いし煙と火が吹きつけるし、もう一度戻ってみるわけにもいかず、気違いのようになって入り口の方へ回ると、そこにお鈴さんが助け出されて気抜けがしたように焼け続ける離れを眺めているではありませんか。そして驚いたことにおっかさんは私を探してもう一度いっぱいの火になった離れへ飛び込もうとしているのです。私は精一杯呼び止めて後ろから引き戻しました。お吉はこう語り終わって、自分の責任を果たしたようにがくりと元の枕に顔を埋めます。その騒ぎの中に誰も駆けつけちゃ来なかったのか。大助はそれが不思議でならない様子です。私はとんだ寝坊で気がついて飛び起きた時は、母屋に火が移って近所の衆が大勢駆けつけておりました。下女のお作は部屋の隅から決まり悪そうに大ずるのです。四十前後の働き者らしい女ですが、よく太って健康で眠りも食欲も旺盛らしく見えます。一通り娘たちの話が済むと、池田大助は娘たちの聞く耳をはばかって、母親のお国を店の方に誘い出し、小部屋を借りて相対しました。
その間に源太と仙太郎は近所の噂やら昨夜の様子などを聞き出すためにいずこともなく出動してしまいます。他でもないが娘たちを恨んでいる者はないか、それを聞きたいのだが。大助は切り出しました。恨んでいると申しますと。母親の顔には一瞬苦渋の色が走ります。もう年頃だし二人ともあの通りの器量よしだ。嫁に欲しいとか婿になりたいというものも少なくないことと思うが。大助はまず恋のいきさつを探る気になったのは無理もないことです。この頃の娘はもう16といえば嫁入り盛りでした。それはありました。でもお鈴の方は開けっぱなしで子供子供しておりますから大したことはございませんが、お吉の方は。お国にとっては自分が腹を痛めた娘お吉の成熟した美しさが悩ましい様子でした。お吉の方には何かあったのかな。あの子は妙に男たちに騒がれます。私の元の連れ合いに似て。それは尾張屋に再縁する前のお国の夫お吉の父親のことでしょう。どんなことがあったのだ。お隣の建具屋のせがれ三五郎さんなどはお吉を嫁に欲しいそうで、ずいぶんうるさく申してまいりました。でもお吉の方が。お吉の方が気が進まなかったというのでしょう。他には。尾張屋の本店は名古屋で亡くなった主人の弟の小平さんがやっておりますが、これはお気の毒なことに病身で、若いのにうちから一足も出られない体でございます。いずれは尾張屋の一粒種のお鈴に婿でも取って立てていくことになりますでしょう。お国は妙に付け人は縁のないことを言いますが、それはつまり尾張屋の本家の心象を狙う者があれば、ずいぶんお鈴を邪魔にしてその命を取ろうとするかもしれないという意味に聞こえます。尾張屋には江戸に出店があるということだが。池田大助はもどかしそうに聞きました。番頭の一五郎が預かって商売をしております。そのせがれの一松というのもお吉を何とか申しますが。これは母親のお国の方が不足らしい様子です。そして一五郎どんも一松どんも見舞いに来ております。焼け跡におるはずですが。お国は言い添えました。第四章。近所の評判は大したもんですよ。源太は寒空に汗を拭きながら戻ってきました。池田大助はお国と別れて元の焼け跡へ引き返したところです。何が大した評判だ。あのお国さんという母親の評判ですよ。何でも元は浪人者の女房だったそうで、夫の浪人者に死に別れた上、お吉という娘があって苦労しているのを尾張屋の主人の小左衛門が江戸へ来た時見つけ出し、その器量に打ち込んで自分の後添いにしたんだそうで。その時尾張屋にも娘があったのだな。それがあの丸ぽちゃのお鈴の方ですよ。お鈴を残されて女房に死なれた小左衛門は、お吉という連れ子のあるのを承知でお国を後添いにしたのが今から16年前。その頃のお国は23という年間盛りで、そりゃ綺麗だったそうですよ。源太の報告にだいぶ雨が入ります。で近所の評判というのは何で。池田大助は先を促しました。まあ聞いてください。その尾張屋小左衛門は今のお国さんを後添いにもらって3年目に亡くなってしまい、店は弟の小平が預かることになり、南夷のお国さんはもともと江戸門だから江戸が恋しくなって、名古屋から2人の娘を連れて江戸へ帰り、芝口の控え屋に住んで店の仕送りを受け、楽々と暮らして娘たちが16になったんだそうです。でお話の種はこれからで、世の中にはママ子いじめとかママ母根性というのがありますが、あのお上のお国さんばかりは生まれながらの仏性で、自分の産んだお吉を奉公人のように使い回しながら、ママ子のお鈴をお嬢様のように大事にし、世間のママ子いじめとは逆に実子いじめもやりかねねえんだそうです。二人の娘が煙に巻かれて死にかけている時でも、自分の産んだ娘のお吉を捨てておいて、ママしい中のお鈴を命がけで助ける母親です。あのお上の心持ちはこしたらには分かりませんね。
影も日向も裏も表もなく、ママ子を大事にする母親などというもんはこの世にあるもんでしょうか。さよう。池田大輔も返答に困りました。おいらはもう少し面白いことを聞いたぜ。なんだセンタ。雨屋のセンタロウ少年は元太の後ろから人を舐めた顔を出しました。このうちの外を毎晩一回りする男が二人あるとさ。それは建具屋のせがれの三五郎と鎌倉町の終わり屋の出店の市松だろう。なんだ知ってるのか、つまらねえ。雨屋の仙太郎はひどく不服そうです。池田大輔はともすれば中年者の源太をしのごうとする雨屋の少年をたしなめたのです。いろいろのことがわかったよ。もう一度焼け跡を見るとしようか。池田大輔は源太と仙太郎を連れて焼け跡へ入って行きました。焼けただれた木材からもうもうと水蒸気が湧いて、焼け跡特有の嫌な匂いが梅二月の昼近い空を鬱陶しいものにしております。大輔はまず入り口を調べましたが、何もかも焼けてしまって、焼け残った材木の散った跡からは何の証拠も探せそうはありません。南側の雨戸、釘付けになっていたというあたりも土台までも焼けてしまって何にも残さず、北側の窓へお吉が体当たりをくれて破った格子も今は形もありません。これはどうしようもないな。池田大輔も投げるほかはなかったのです。もっとも南側の敷居とおぼしきあたりに雨戸に打った釘の跡らしいものが見えますが、焼けただれた木の上では改めて証拠として取り立てるほどのものではありません。何か残ってるものはねえでしょうか。いや、探しても無駄だ。火消しの飛びのものが塀まで倒している。くせ者がどこから入ったか、これでは見当もつかぬではないか。池田大輔はひどくがっかりしていました。ともかくもうちを釘付けにして二人の娘を焼き殺そうとしたのは憎いじゃありませんか。こんなことをしてもこのつけび野郎は探し出さなきゃ。源太は妙に力こぶを入れます。お吉とおすず、負けず劣らず可愛らしい二人の十六娘の悩ましい姿を見て、中年者の源太も妙に義憤らしいものをかきたてられるのでした。この上は建具屋のせがれの三五郎と鎌倉町の終わり屋の出店のせがれ市松は昨夜どこで何をしていたか、源太と仙太郎と手分けをして調べ抜いてくれ。大事なことだ。手落ちがあってはならんぞ。へ。源太は権下に承服しましたが、雨屋の仙太郎は念入りすぎる大輔の言葉が気に入らなかったものか、ぷいとあさっての方を向くのでした。やがて焼け跡に来ていた鎌倉町の終わり屋の番頭一五郎とそのせがれの一松は池田大輔の前へ挨拶にやってきました。とんだお騒がせいたしました。あいすみませんことで。へ。一五郎は50年配の干からびた中老人、欲は深そうですがあまり賢い人間とも思われません。黙って挨拶するせがれの一松は21に、青びょうたんで神経質らしくて決して好感の持てる青年ではありません。とんだことであったが、さてこの先はどうなるんだ。大輔は世間並みのことを尋ねました。先代様のお連れ合いと終わり屋の跡取りのお嬢様がいることですから、いずれご不自由のないように早速新しく建てることになりましょう。名古屋の終わり屋というのは大した心象と見えるな。それはもうお殿様のお声がかりで国産の鳴海絞りを一手に扱っております。なるほど。池田大輔もようやく腑に落ちました。終わり屋の心象というものの重大さがようやく飲み込めたのです。ところでお前が江戸へ来たのは10年前でございます。その前は鎌倉町の店を誰が預かっていたのだ。亡くなりました総六と申す年寄りの番頭で。名古屋の方に変わったことはないのか。先代の小左衛門様の新書を預かっている弟子の小平様がまだ40代ですが、お体が悪く近いうちに先代の一粒種のお鈴様に婿でも取っていよいよ隠居したいと申しております。
その下相談方々、一生の思い出に投資かごに乗ってでも、一度江戸へ来て兄嫁のお国さんに会いたいと申しているそうで。一五郎の言葉の内からは、何の秘密もたぐれそうもありません。ところで、今度は市松だが。せがれの市松は、首筋をかきながら前に出ました。そばかすだらけで、ひょろ長くて、世にも不景気な存在ですが、こんなのは思い詰めたら、案外何をやり出すかわかりません。お前は昨夜どこにいたんだ？鎌倉町のうちにおりました。親父も奉公人もよく知っているはずで。本当か？嘘は申しません。もっとも友達と、うんざの約束がありましたが、風邪の気味で休んでしまいました。そのうんざのことを誰かに話さなかったのか？さあ、そうそう、前の日ここへ参りまして、お吉さんに話したかもしれません。そのお吉が危うく焼き殺される目にあったのでは、手がかりがなくなります。池田大輔はこれっきり諦めるほかはなかったのです。その上、建具屋の三五郎の調べに行った源太は、いけませんよ。建具屋の三五郎は、おとといから成田様のお参りで、町内の人たちと一緒に出かけております。こんな報告を持ってきたのです。池田大輔が旗と行き詰まったのも、無理のないことでした。第五章、尾張屋の御家の娘二人を焼き殺そぼとした事件は、それっきり暗礁へ乗り上げて、さすがの池田大輔も、全く手の下しようがなくなってしまいました。尺に触るじゃありませんか。娘二人の、それもめっぽう可愛らしいのを、不意に触るじゃかないやせん。あの付け火野郎を縛らなきゃ、じって取りなを返上したくなるやんすよ。なんかこう、動きの取れねえ手がかりはねえもんでしょうか。源太は地団駄を踏むのです。下士人にこれほど馬鹿にされたことは、源太の実手生活20年にもかつてないことです。手がかりはたった一つあるよ。池田大輔は縁側の春の日の中に出て、気の乗らない返事をするのです。もうおすき屋橋口の屋敷にもうぐいすが来て泣いております。江戸の春ののどかさはまさに絶頂というべきでしょう。そらどんなことでしょう、池田様。源太は縁側へ這い上がりそうでした。こういうことだ。お前にもちょっと話しておいたが、焼け跡の灰火器に念を入れて頼んでおいたところ、南側の敷居と思われるあたりから五寸釘を二本まで見つけたそうで、宣告届けてきたのだよ。焼けてはいるが、真新しいところを見ると、あの晩雨戸と敷居に打ち込んだ釘らしい。これだ。池田大輔は紙に包んだ焼け釘を2本持ち出して源太に見せるのでした。へえ、恐ろしいことですね。間違いもなくこれは雨戸に打った釘っすよ。前から柱や針に打ってあった釘なら、先の方が少しは錆びていますよ。源太もなかなかいいところへ気がつきます。ところで、もう一つ妙なことを考えたのだ。若い娘が二人、いかに眠い盛りでも雨戸へ五寸釘を打ち込まれるのを知らずにいるだろうか。え？大輔の言葉はまさに爆弾的です。離れはたった二間だ。真夜中の枕元で雨戸に釘が打ち込まれているのだよ。なるほどね。五寸釘は指や弦子じゃ打ち込めない。いずれ金槌で叩いたことだろうが、雨戸は三枚あったはずだから、打たれた釘は三本だ。へえ、二人の娘が眠り薬でも飲まされているなら格別でなければ、雨戸と敷居に前から穴を開けておいて、その晩はその穴へ釘を落とし込んだだけと見たらどうだ。へえ、考えるとわからなくなるばかりだ。甚だ心細いが、今のところ他にいい手がかりもないよ。池田大輔も投げてしまいました。こうなっては源太の押しの強さでもどうすることもできません。苛立たしい日が10日20日と続きました。事件は未解決のまま一月近くまで放っておくのは、池田大輔の流儀にはないことですが、この事件ばかりは全く証拠らしい証拠も残さず、池田大輔の英知をもってしても全く手繰りようはなかったのです。やがて梅は散って桜は咲きました。
江戸の春はまさに爛漫たる頃。尾張屋の跡取り娘、お国にはままし田舎のお鈴は、お好き屋橋のお長屋に池田大輔を訪ねてきました。お美濃に取り継がせて、池田大輔の前へ出たお鈴は、可憐で開けっぱなしで可愛らしくて、少しばかり無知な存在でした。ねえ、池田様、お吉が狙われているんです。助けてやってくださいな。横っ座りに池田大輔を流し目に見るお鈴です。ママ母のお国の前に出る時のかしこみ慎んだお鈴と、それは何という違いでしょう。誰に狙われているんだ？池田大輔は自虐としてそれを受けました。あの通り綺麗だから誰が狙っているか分かりやしませんが、この間からお吉さんは二度も三度も危ない目に遭わされているんです。お鈴は無邪気で開けっぱなしでした。同じ年のお吉に対してさえ、いささかの嫉妬も感じないほどの気のいい娘だったのです。例えば？お吉はもう治っていつもの通りに暮らしているんですが、寝ているところへ白羽が飛んできたり、井戸端でいきなり後ろから突き飛ばされたり、気味が悪くって我慢ができないと言うんです。お鈴は一生懸命でした。この娘はあまり賢くはなかったにしても、姉妹思いであったことには疑いもありません。よしよし、それじゃあお吉のことは引き受けたが、今晩からお前はお吉と別の部屋に寝るのだ。よいか？そんなことではお前の命も危ない。池田大輔は妙なことを言います。でも部屋はたった一つでどこへ行きようもありません。お吉とお鈴はまだ佐野屋の裏座敷に住んでおりますが、母親のお国と下女のお作は焼け跡に建てた旧造りの仮小屋にこもっているのでした。それがいいのだよ。お前は佐野屋に頼んで二階へでも泊めてもらうがいい。あの八畳にはお吉一人を寝かすのだ。お鈴は不服そうでしたが、せっかく頼みに来た池田大輔の目論みを無視するわけにもいきません。第六章。その晩、お吉一人寝ている佐野屋の裏座敷へ不思議な癖者が忍び込んだのです。黒装束に覆面をした、それは忍術使いのような身なりですが、スルスルと音もなく部屋に忍び込むと、バンドにパッと斑点をかぶせて日本刀身の明るさを嫌うと、次の瞬間にはもうひたひたとお吉の床のそばに寄せて、用意した脇差しをお吉の首筋にピタリと当てるのでした。華奢立ちで品のいいお吉は、自分の命が狙われている一発の危険も知らずに、安らかに寝息を立ててすやすやと熟睡しておりました。夜はまさに寝の刻一時過ぎ、佐野屋の上も下も眠りほうけて、この地に飢えた侵入者に気のつくものもありません。くせ者はしばらくたじろぎましたが、やがて思い定めた様子でドキドキする脇差しをずいっと伸ばしました。たったそれだけで全てのことが解決するのです。布団からわずかに片面を、そしてすやすやと寝息を立てているお吉。その上品な反面は美しくも神々しいものでしたが、くせ者の刃は、もとよりそんなことにためらうはずもありません。ずいとついて出た刃。お吉は見事喉笛を縫われたかと思いきや、くるりと寝返りを打って、床の外にピクリと座りました。明らかに万事を承知して、この襲撃を待ったのです。続くくせ者の第二の襲撃。お吉はわずかにその栄光を避けて、くせ者の手首をピタリと押さえました。違った。くせ者が驚いたのも無理はありません。お吉と思った娘は全く違った人。お吉といくらかは似ておりますが、色の浅黒い、もっと知的で、もっと狂犬で、そして四つも年上のお美濃、池田大輔の助手の敏捷無比なお美濃と変わっているではありませんか。くせ者は早くも罠に落ちたことを悟ったらしく、身を返して逃げようとしましたが、からかみを開けるとそこには池田大輔の苦い顔が、
地獄の底までも見通したヨボに冷然と立ちふさがっているのでした。もう覚悟してよかろう。何もかもみんなわかってしまったのだ。大助はクセモノと対して冷たくこう言い切ったのです。クセモノはキリキリと歯を噛み鳴らしましたが、次の瞬間身を返すとパッと三月の町の闇へ飛鳥のごとく飛び出してしまったのです。池田様。源太が縁側から顔を出しました。放っておくがいい。娘殺しの罪は裁く方も良い心持ちではあるまい。池田大助は半分はこれを目で制して床の上に決まり悪そうに置き直るお美濃に相対しました。ご苦労であったな美濃。なるべくお前を使わないようにしているが、今度は少し手が込んでいて、下手人は分かっているくせに縛りようはなかったよ。池田大助はお吉の身代わりになってこの冒険をやり遂げたお美濃をねぎらうのでした。くせ者は誰でしょう池田さん。源太にはまだ何にも分かっていない様子です。明日になれば分かるよ。それよりお鈴とお吉を呼んでいろいろ細かいことを聞くとしよう。池田大助はひどく落ち着き払っております。その明くる日、尾張屋の御家お国の死骸は築地菓子に浮かび上がりました。一体これはどうしたことでしょう。何にも分かっていないらしい源太と仙太郎に対して池田大助はこう説明してやるのでした。あの尾張屋の御家は自分の産んだ娘のお吉をさいなみ続けて、ママ子のお鈴を可愛がりすぎた。近所の評判はこの上もなく良かったが、私はそれを変だと思ったよ。中年者の女は容易のことではあんな心持ちになれるものではない。もう一つ、どんなに若くて丈夫な娘でも自分の枕元で雨戸を釘付けにされるのを知らずにいるだろうか。何にも知らずにいたとすれば、雨戸の釘は前から用意されたものだ。多分気長に霧で穴を開けて、いざという時その穴に釘を落とし込めば良いようにしていたのだろう。二人の娘は焼き殺されかけたが、付け火をした者は恐ろしく細かく工夫を凝らして、二人のうちの一人は飛び込んで救い出すような筋書きをこしらえていたのだ。残されたお吉は焼き殺されるはずだったが、お吉は思いのほか機転が利くのと、窓の格子が弱かったので危うい命を助かったに違いあるまい。くせ者は最初からお吉を狙っているのだよ。お吉はお国の産んだ娘ということになっている。お吉は色っぽい娘で、町内の建具屋の三つ頃を鎌倉町の出店の市松などは執念深く追い回しているが、利口者のお吉はどこへもなびかない。で、早いところ、下手人は誰でしょう。源太はたまりかねて聞きました。お国だよ。あの虫も殺さないように見えたお国が、離れを釘付けにしてお吉を焼き殺そうとした上、それをしくじると黒装束で乗り込んできたのだ。自分の産んだ娘を殺すために？いや、お吉はお国の産んだ娘ではない。え？お国は恐ろしく知恵の回る女だが、娘たちが三つになるとき、夫の小左衛門に死に別れるとすぐ江戸にやってきて、見知りの者のないところで二人の娘を入れ替えたのだ。お鈴はママ子ということになっているが、実はあれはお国の産んだ娘で、お国の娘と思われていたお吉は実は繊細の娘だったのだ。そら大変なことですね池田様。これは間違いのないことだ。娘を取り替えておいたから、自分の産んだ娘を可愛がってママ子をいじめさえすれば世間はやんやと褒めたのだ。恐ろしいことですね。まったく女の悪だくみの恐ろしさは不気味なほどだ。ところでママ子を可愛がるという評判の立ったお国にも困ったことが起こった。お鈴とお吉の見知り人、この世でたった一人の怖い人間、名古屋の本店の支配をしている亡くなった主人の弟の小平が近いうちに江戸にやってきて、いよいよ尾張屋の跡取りを決めることになった。
幼顔を知っている小兵が江戸へ来れば、お国の細工はいっぺんにばれてしまう。そこで大急ぎで本当の跡取り、亡くなったお上の娘のお吉を片付けようと考えたんだろう。なるほどね。女の企みは深い。前々から用意して雨戸に釘を打ち込み、参謀から火をかけたのよ。入り口から入って危ないところでママ子を助ける。そのママ子と見せたのはお国の本当の娘だから面白いではないか。あの時お吉は焼け死ぬはずだったが、機転の利いたお吉は窓格子を破って飛び出した。そこで第二弾の工夫に取り掛かってお吉を殺す気になったのだろう。へえ、恐ろしい女ですね。名古屋からはもう叔父の小兵が江戸への旅に出ている。大急ぎでお吉を亡き者にしなければ、13年の間磨きに磨いた自分の目論見はいっぺんに泥のように崩れる。なるほどね。源太は勘に耐えてしまいました。自分の子とママ子を入れ替えて、世間からママ母の手本のように言われたお国の悪知恵のたくましさに肝を潰してしまったのです。まったく驚きましたね。それほどの悪知恵にも少しばかりの手落ちはあったよ。火事に焼け出されて命からがら助かったにしては、親子三人とも身なりがきちんとしていたことだ。それからお鈴は母親に似ぬ人のいい娘で、お吉のことを心配して私へ助けてくれと言ってきたと聞いたら、あの母親の鬼のような心も少しは鈍ったかもしれないが、それを知らせる檻のなかったのは惜しいことであったよ。池田大輔はつくづくそう言うのでした。ところでこの先はどうなるんでしょう。お吉とお鈴はあの通り仲がいいから、母親の悪巧みさえ教えてやらなければ二人はうまくやっていくだろうよ。もっとも尾張屋の本当の跡取りはお鈴ではなくお吉だということだけは教えてやらなければなるまい。池田大輔はこの役目をどうしたらうまく果たせるか、それを苦労している様子です。野村古道作、池田大輔捕り物全集第一巻より、家中の娘。この作品集は1954年に刊行されたものです。第一章。池田様、とうとう追い込みました。御用聞きの源太は年がいもなく、すっかり興奮して池田大輔のお長屋に弾んだまりのように飛び込んできました。それは享保12年の早春、まだ松が取れたばかりのある寒い朝のことです。何を追い込んだのだ。大輔は朝の食事の膳を押し合って、自分で茶を入れながら源太を迎えます。お美濃はお勝手が忙しく、今ではこのうちの者のようになっている雨屋の仙太郎少年は、縁側にとぐろを巻いて朝の淡い日差しを楽しんでいる様子です。黒雲でございます。去年の秋から江戸中を震え上がらせたあの大泥棒を、とうとう金杉四丁目の二平長屋に追い込んでしまいました。半一取り逃がしては一大事。ぜひ池田様のご出役をお願いして、今度こそは首ったまえ縄をつけてその面相を見なきゃなりません。では早速出かけよう。しばらく待ってくれ。池田大輔はすぐさま衣服を改め、十分用意を整えて源太と一緒に出る気になったのも無理はありません。この黒雲と異名を呼ばれた泥棒ばかりは残忍で横着で恐ろしく欲張りで、体が軽くて江戸中の憎まれ者になっていたのです。泥棒にもいろいろですが、黒雲はその中で一番たちの悪い泥棒で、300の銭を取るためにも人の命を取ることを何とも思わなかったでしょう。塀を越え針を渡り、壁をよじ天井を走ると言われた恐ろしい軽傷さと、どんな貧乏人からでも最後の一文までも奪い取る告白無残な泥棒ぶりは、
江戸っ子の憎しみを買って、中には黒雲を取った者は50両の褒美を出すといった被害者の証人があったり、黒雲の追い込みにはいつでも勢子になるという野じ馬の義勇隊も少なくはありません。その証人というのは日本橋の大店の主人で、黒雲は押し入って現金の獲物の少ないのに腹を立て、店の商品のうちでも高価でめぼしいものをめちゃめちゃに叩き壊して逃げ去ったというのです。昨夜黒雲の野郎が場所もあろうに薩摩西将様のお屋敷に忍び込みやした。あの野郎のこっちからどこをどうくぐったか、殿様のご寝所近くまで減ったところ、殿井の衆に見とがめられ、兵を越してご主殿前に逃げ出し、とうとう金杉まで追い詰められ、今度こそは手取りにされることと思いやしたが、三丁目から四丁目に入り、陽禅寺裏へ抜け、二平長屋の木戸を入って、それっきり姿を見失ってしまいました。源太はお好き屋橋から金杉への道々、こう話し続けたのです。追っかけた人数は、薩摩様のご家来が20〜30人、それに町々の地震盤から駆けつけたり、見回りの同心北田金之助様と足どもが20〜30人、他に野じ馬が50〜60人、いやもう大変な騒ぎでございました。それだけの人数で捕まえかねるというのは、いささか不甲斐ないことではないか。池田大輔がこんな激しいことを言うのは珍しいことですが、怪盗黒雲のこの間からの調量にはさすがに池田大輔も腹を据えかねていたのでしょう。そうおっしゃらごもっともで、全く不甲斐ないことでございました。神馬や薩摩様ご家中の者には黒雲の姿を見た者も大勢あり、一度は逃げ道を塞がれて屋根に這い上がって逃げましたが、屋根から屋根へ2軒もあるところを飛びついて逃げ回るのですから、手のつけようありません。姿を見た者はどんなことを言っている。あだ名の通り黒熊が飛んでいるようだったと申します。黒い覆面をして体にピタリと合ったものを着ているためか、足の4本ある雲のような人間であったと申します。忍術の装束だな。それが庇へ飛びついたり、羽の影に隠れたり、恐ろしい勢いで逃げ回るんですから、手のつけようはありません。もっとも黒雲の巣は金杉橋から本芝までのうちで、薩摩様と海の間だということは前から分かっておりました。あんまり人をなめた仕事をして逃げるのだって、よくよく危うくなるまでは腰を上げませんから、仲間の者は幾度もここまでは追い込んでおります。それで後の手配は。ご覧の通り、まるで丸橋中屋の取り物ですよ。薩摩の家中の方はみっともねえからと夜が明けると引き上げましたが、その代わり飛びの者が加勢して、路地の入り口出口は申すまでもなく、隣り合った霊禅寺と炎上寺の境内、向こう側の正殿寺の門前、海への出口まで、あらゆる道という道、抜け裏という抜け裏を100人近い人数で固めてしまいました。そんな話をしているうちに、二人は金杉橋を渡りました。あれ、あの通り。指さす方を見ると、全く火事場か百姓一揆のような騒ぎです。町も路地も屋根の上までも、獲物獲物を持ったいっぱいの人。なるほど、これは大変だ。この騒ぎが続いては町人も驚くだろう。へえ、お上のご意向にも関わることで。源太はもっともらしいことを言います。第二章。金杉四丁目の二平長屋は木戸の中に向かい合って六軒の長屋があり、奥は雪止まりで寺の生垣、木戸の外に家主の二太郎親子が住んでいるといった、その頃の江戸にはよくあった方の裏長屋でした。家主の二平は早く死んで、御家のお冬は足腰も立たぬ病人。その養子の二太郎はまだ28の一人身で、親孝行もするが派手な遊びもするといった、これも典型的な江戸の下町の息子です。これはこれは、池田氏ご苦労様で。木戸の外に迎えたのは見回り同心の北田金之助でした。50前後のたくましい男で、若い池田大輔が近頃
町方の縄張りを荒らして妙に手柄を立てるのが苦々しくてかなわないといった顔です。よく日に焼けた真っ黒な顔、長い鼻、いつも霊笑を含んでいるような唇と鋭い金壺眼が難物で、相当の働き者らしいにかかわらず、その頃の階級制度の鉄則に縛られて株でも買わなければ与力になれないのが心外でたまらない様子です。これは北田氏、お骨折りで凶賊黒雲をこの長屋に封じ込んだそうではござらぬか。大助は謙遜な調子で尋ねました。封じ込んだつもりで二度も三度も六軒の長屋を探したが、隠れている様子もない。北田金之助は苦々しく唇を噛みます。この軌道を入ったものならいずれは捕まえましょう。ここへ癖者が入ったのを誰と誰が見たんだ。大助は源太に尋ねました。まだ酔いの口だったんで大勢の者が見ております。町角だけでも五人や七人は証人になりましょう。黒い覆面をした変な男がこの軌道を入ってそれきり出てこなかったそうで、現に源太は北田金之助の後ろにいる小柄な若い男を指しながら続けました。現にここにいる家主の二太郎さんも町内の人たちと一緒に癖者の後ろ姿を見たんだそうで、どうしてそれを追っかけて木戸の中へ入らなかったのだ。大助は不意に言葉を挟みました。癖者は木戸の中へ飛び込むとすぐ内から閉めて桟を下ろしてしまいました。町内の人が二三人飛びついて開けようとしましたが、この木戸はご覧の通り丈夫にできておりますので、内から桟を下ろすと容易に開きません。町内の人たち、神谷の吉兵衛さん、魚屋の安子などが木戸を叩いたり揺すぶったりガタピシやっていると、そこへちょうど源太親分も駆けつけてくだすって、大きな声で木戸の中の長屋の衆を呼びますと、一番とっつきの古道具屋の金松さんが聞きつけて飛び出してきて開けてくれました。寒い時分でみんな戸を閉めているので、木戸の外の騒ぎも遠い大通りの館参りかなんかと間違えていたんだそうでございます。若い家主の二太郎はなかなかよく説明してくれます。28というにしては若々しく、ちょいといい男で愛嬌があって道楽強そうな身だしなみですが、あれで飛んだ親孝行者で近所の評判は悪くありません。木戸はなるほど近頃改築したものらしく、柱も太く戸も頑丈にできている上、上には忍び返しまで植えて裏長屋の木戸の扉にしては不似合いなほど厳重です。その上戸締まりも山のほかに若木があり、王長人などのお勝手口の締まりに匹敵する念入りなものです。この木戸はいつごろこしらえたものだ。去年の夏でございました。恐ろしく頑丈ではないか。中の六軒長屋とは少し不似合いだが、私もそう思いましたが、奥に住んでいらっしゃるご浪人の大原角右衛門様は恐ろしくご用心深い方で、両党を束さむ者が俗に手ごめにあっては恥辱だし、長屋の者に怪我過ちがあってもつまらない。それに夜中の出入りのだらしないのも面白くないから、できるだけ木戸は厳重に作ってくれるようにと再三のお言葉でこんなものを作らせました。大原様はお宅も戸締まりが厳重だそうで、お武家というものはあんなに気のつくものかと愛長屋の者が申しております。町人分けても金のない者はろくに戸締まりもせずに寝るのに、両党を束さんだ武家が思いのほか臆病だということが、洒落者で少し皮肉で頭の良さそうな二太郎には面白かったのでしょう。この木戸は閉める北限があるだろうな。私は木戸の外に住んでいるのでよく存じませんが、一番木戸の近くに住んでいる古道具屋の金松さんが新明橋前の夜店で商売をして帰った時、四つ頃には閉めるようです。朝は金松さんのおかみさんが六つには開けてくれます。昨夜くせ者が逃げ込んだ時刻は五つ半でございました。その時分に金松がうちにいたのか。四つでなければ帰らぬと言ったようだが、
風の気味で休んでおりました。雨の降る晩など夜店を休む時は金松さんはわざわざ出てきて四つに閉めてくれます。池田大輔の問いも行き届きましたが、若い家主二太郎の答えもハキハキと要領を尽くしたものでした。第三章、木戸を入ると右手に一棟、左手に一棟の長屋が二軒ぐらいの道を隔てて相対しており、一棟にはそれぞれ土間と他に六畳と三畳の二間の家が三軒ずつあり、木戸の内側左手には総井戸、突き当たりの生垣の内側には夏はさぞたまるまいと思う大ごみためが寒中にかげろうを遊ばせております。井戸はこの辺りのことでひどく浅く、少し塩気があって使い水にしかならず、飲み水は木戸を出て家主の二太郎の家までもらいに行かなければなりません。木戸を入って右側は古道具屋金松夫婦、風がまだ抜けきらないそうで、うんと気ぶくれてすさまじいガラクタ道具の間を縫い縫い入り口に立った役人に挨拶しております。ご苦労様でございます。四十五六の北地のような武将ひげを生やした卑屈そうな男、歩く様子を見るとひどくびっこです。お前は昨夜くせ者がこの木戸から飛び込んだのに気がつかないのか。池田大輔は新しい観点に立つために北田金之助が不服そうな金壺眼を光らせるのも知らん顔で自分から口を切りました。一向存じません。風邪をひいて商売を休み、寒いから裏も表も閉めて女房に卵酒をこしらえさせておりました。私どもにはそれが精一杯の税でございます。それからまだ四つ前でございました。いきなり木戸を叩く音がしますので驚いて飛んで出ると。木戸はどんな具合に閉まっていた。山が降りておりました。若木はかけてありませんでしたが。で木戸を開けてやると十人ばかりの人がどーっと路地へ入ってきましたんで、私は肝を潰しましたが、そのうち家主の二太郎さんの顔が見えたのでほっと安心したようなわけで。家主は大層評判が良いようだな。仏家主でございますよ。二太郎さんは先代の二平さんの養子ですが、よくできた方で、親孝行で思いやりが深くて、家賃を六つ七つと貯めても嫌な顔一つしません。自分自身がその家賃も六つ七つも貯めてる口でしょう。この六軒の長屋で一番暮らしの楽なのは誰だ。池田大輔の問いは露骨で正攻法的でした。お隣のお歌さん親子でございます。綺麗なのが二人揃っていれば大抵のことには不自由しません。お前さん、そんなこと言ってお隣のお主さんに恨まれたらどうする気だい。初体崩しのおかみ、四十前後のおろくというのが、そばからおはぐろのはげた歯をむきます。お隣は何をしているのだ。師匠師匠と言わせていますがね、小唄も踊りも教える様子はありません。いずれ渡辺の師匠かなんかだったんでしょう。渡辺の師匠というのは江戸時代の師匠の一つの方です。暮らしに困っているのはないのか、この六軒長屋で。あとは皆困るものばかりで、ことに筋向こうのご浪人はお苦しそうですね。古道具屋の金吉の口から引き出せるのはそんなことが精一杯でした。次はお隣の女女体。許せよ。池田大輔と源太がぬーっと入ると、あらまあ、いらっしゃいませ。こういった調子、四十近い中婆さんが真っ白に塗って延々と二人を迎え入れます。お前一人か。
いいえ、娘もおります。これよ、聞くや、ご挨拶申し上げな。母親の声に応じて、そのたもとの下から、いらっしゃいませ。二十歳ぐらいの娘が、それも愛嬌のよい顔を出しました。丸ぽちゃで、豊満で、典型的な娼婦型ですが、顔の化粧の念入りなくせに、身なりはそんなに結構ではなく、ことに母親の方の袖口の擦り切れそうな斑点、山のいった帯、膝の抜けそうな合わせなどは、なんとなく物の哀れを感じさせます。ゆんべの騒ぎで何か気のついたことはないのか。ただびっくりしているだけでございます。この女二人は何にも引き出せそうもありません。話は違うが、お前たち親子は何を都政にしているのだ。池田大輔でなくとも、これは誰でも一応は持ちたい疑問です。あの、少しばかり蓄えがございますので。そう言われるとそれっきりです。家主の二太郎はちょいちょい来るか。池田大輔はこの派手な娘と、道楽者らしい二太郎とをそっと結びつけて考えたのです。とんでもない、あの方は私どもなどへ寄りつきはしません。しんべヱの三つ茶屋へ入る際、恥だと思っている方ですもの。遊びにいらっしゃるのは四つ手を飛ばして中ばかり。大輔もこれ以上は押して尋ねようがありません。いい加減に諦めて外へ出ると、待ち構えたように源太は、池田様、あの子の旦那は二太郎じゃございませんよ。一丁目の大阪屋の番頭が時々来るのを界隈で知らねえものはありません、はい、二太郎は粋な男で、同じ遊ぶんでもあんな小汚ねえ巣へ潜り込むようなことはしません。そういう源太の言葉を、当の二太郎は路地に立ったままくすぐったそうにそっぽを向いて聞いております。ゆんべその大阪屋の番頭は来なかったのか。それも調べましたが、大阪屋の番頭というのは一月も前から上方へ行っているそうで。そう言われるとこの手がかりもそれきりプツリと切れてしまいます。次のうちには大工の吉五郎とその弟の倉地が兄弟で男女体を持っておりますが、二人とも日光山ご修復に駆り出されて、もう10日も前から日光へ行ったきり、家主に戸を開けさせてみましたが、寒々とした男女体で何の変哲もありません。路地はここで突き当たりになり、厚い生垣と共同ご見た目を隔てて寺の境内になります。人間がここから生垣を潜っていけないことはありませんが、境内はひどい霜柱で、幾十日も人間が足を踏み入れたことがないらしく、犬の通った跡もありません。第四章、これで右側の三軒長屋の調べは済んで、次は左側の三軒長屋、奥から順序にまず浪人者大原角右衛門の家を訪ねました。ごめん。どれ。すべてこの調子でお勝手まで見通しの障子を物々しくも内儀に開けさして、主人の角右衛門、敷居の上に真っ四角に一礼しました。拙者はお南の池田大輔、昨夜のことを何かと受けたまわりたい。それはご苦労に存ずる、何なりとお尋ねくだされ。もはや57、8にもなるでしょうか。見識だけは高々と自しておりますが、骨と皮ばかりに痩せて、羊羹色の杉だらけな羽二重の紋付きが普段着になる凄まじさです。後ろの内儀はこれも50を越したでしょう。よれよれの合わせに芯の出た帯、隠しようのない貧しさが骨にまで刻みつけられている姿、内の中にはめぼしい調度もなく、何やら内職をしていた様子で、紙片やら竹の串やらが散らばっているのも哀れです。おそらく秋から冬にかけては熊手を、春から夏にかけては三本おもちゃなどをこしらえているのでしょう。狂賊黒雲がこの路地に逃げ込んだと申すが、お心当たりはござらぬかな。いや、
少しも。拙者は家内と一緒にご覧の通り内職のおもちゃを作ってしばらくは騒ぎも知らずにおりましたよ。大原角右衛門は自分の貧苦を隠しようのないことを悟ると身を開いて家の中の手内職の山を見せながら来楽らしく笑うのです。あの木戸を通らずにここから外へ抜け出す工夫はあるまいか。それは無理じゃ。寺の境内へ生垣をくぐっていけば別だが、あの雪解けの庭を足跡をつけずに抜ける工夫はない。大原角右衛門はさすがにそこまで見抜いていたのです。六軒のうちどこかに隠れて木戸が開いて大勢の人が路地を入った時、その大勢の隙を狙って木戸から抜け出す工夫はあるまいか。それは無理でございますよ池田さん。木戸の外には見張りの下っ引きが二人と町内の衆が30人もおりました。この講義は源太でした。黒装束の黒覆面の男が大勢の目を逃れて木戸の外へ飛び出すなどということは全く不可能で、よしやその装束を始末したところで木戸に頑張った下っ引きや町人の衆の首実験は免れようはありません。雪解けの上を綱か板で渡る工夫はないか源太。いつか日が久保の袋路地や石垣を登って逃げたくせ者はありましたが、ここにはご覧の通り石垣もありません。板や綱を張るにしても寺の軒下までは五六軒あるし、それに綱を結ぶところも板を渡す場所もありゃしません。源太は躍起になって寺の方へ逃げることの不可能を解くのです。自分の探索に落ち度があったり、自分の調べに重大な見落としがあってはならなかったのでしょう。浪人者夫婦の家の次は空き家。ここはよく調べたことだろうな。住んでる人間がねえんで、あんまり念入りには調べませんが。と源太。それはのんきなことだな。池田大輔は空き家の戸を開けさして中に入ると、まず土間に立ったまま一通り家の中を見渡しました。なんか変わったことがあるでしょうか池田様。源太は少し不安になった様子です。例えばあの桶が変な場所に伏せてあると思わないか。これでござんすか。源太は家の中に入って大輔の指さした古い桶、畳の上に伏せてあるのをひょいっと取りました。ほ、中から出たのは黒い布で作った覆面頭巾と怪奇な格好をした黒装束一式ではありませんか。入り口に澄まして立っていた北田金之助も思わず飛び込んできたのは無理のないことです。そういえば旦那、あのへっついが少し曲がっているのも変じゃございませんか。へっついなどは何年も動かしたことがないのに、端っこから真新しい板が少し見えているのは腑に落ちないことですね。北田金之助の後ろから伸び上がるようにこういうのは家主の二太郎でした。そう言われてみるとなるほどその通り、お勝手に据えた小型のへっついが少し曲がって、その下から床板の真新しいのが五分ばかり斜めに覗いているのは、あたりのものの配置の均整を破ってひどく不安定な感じを与えるのです。源太、そのへっついを動かしてみろ。床板の下に何かあるかもしれない。え、源太は早速へっついに飛びつきましたが、こいつは見かけよりは重くて容易のことでは動きそうもありません。私も手伝いましょう。家主の二太郎が外から入ってきて手を貸し、ようやくへっついを動かすと、その下の板が2枚ほどはめ込みになっていて、それを押すと下は厚板で囲った三尺四方ほどの箱になっており、その中には財布や手文庫や風呂敷に入れたままおびただしい金銀が放り込んであるではありませんか。なるほど、これは大変だ。北田金之助はすっかり面食らっております。箱の中のものをともかくも全部出させてざっと勘定をしてみると、小判だけが500両余り、
他に銀の地金と砂金と取り混ぜて少々、あとは高価な反物や骨董品などがただもうめちゃめちゃに投げ込んであるのです。やはりここが黒雲の巣だったのか。北田金之助はすっかり興奮しております。このへっついを自由に動かしたところを見ると泥棒には仲間がありますね。それは源太でした。いや、へっついの下にひどく傷んだところがあるだろう。丈夫なテコがあれば一人の力でも動かせるよ。池田大輔は言葉少なに頭を振っております。ありがとう。おめえのおかげでとんだものが見つかったよ。北田金之助はさすがに気がくじけたらしく、照れ隠しに家主の二太郎に礼を言っております。この家には近頃まで誰が住んでいたんだ。3年前に亡くなった親の代には職人が住んでおりました。虎吉という指物師で、それが死んでおかみさんは小田原の娘に引き取られ、あとはまじない焼きとを都政にしている鎮守堂という修験者が住んでおりましたが、鼻受けも人別もでたらめと分かって去年の春うちを開けてもらいました。今はどこへ行ったか分かりませんが。家主の二太郎にこう言われると、このへっついの下に細工をした人間の見当もつかなくなります。第五章。その調べは追ってとして、床下から取り出した金銀は一応おすきや橋役所まで運び去らせ、池田大輔、北田金之助の一行は残りの一軒、ひどを入って左側、路地を隔てて古金屋の家と相対した総井戸の前の家へ入って行きました。困ったことに、ここに一人で住んでいるおゆきというばあさんは大変な金つんぼで、人の言うことは一つも聞こえませんが。二太郎は鳥なし顔に言うのです。字が読めるだろうと源太。それが全くの無学で、いろはの命もわかりません。何しろ取って60ですから、今から手習いをさせるわけにもいかず、私の遠縁のもので飼い殺し同様にしてありますが。そう言いながら二太郎は障子を開けて手真似で老婆を呼びました。自分の鼻の先の障子が開いたので、ようやく気がついたものか、老婆はぼろつくろいの手を休めて土間に立った大輔の一行を眺めます。決して愚鈍な眼差しではありませんが、つんぼによくある一徹者らしい表情で、固く口をつぐんだまま、気に入らなければ挨拶もしないといった固くなさが見えます。ばあさんやお役人様だよ。二太郎は老婆の耳に口を寄せて大きい声で怒鳴りましたが、老婆は二太郎の唇の動くのを眺めて不思議そうに瞬きするばかりです。ゆんべ何か気のついたことはないかい。ここへは誰も来なかったかい。二太郎は一生懸命老婆に口を聞かせようとしましたが、長屋中に響き渡るような大声の問いに対して、何を言ってるだか少しも聞こえないよ、ガサガサした声で、それでも気の毒そうにこう答えただけでした。うちの中の調度はなかなかに立派で、着物も食い物も相当に贅沢をしているらしく、これを遠縁の義理で二太郎が賄っているとすれば、まことに容易ならぬ善根です。池田大輔の一行はこの老婆の尋問だけは諦めるほかはありません。大勢の人数で見張っても無駄だ。2-3人だけ残して、あとはみんな返すがよかろう。こう言って引き上げるほかはなかったのです。教族黒雲の巣はようやく見つけましたが、本人はどこへ潜ったかわからず、空き家から500両や600両を見つけたにしても、それは教族黒雲が去年の夏から諸方を荒らし回って盗んだ
おびただしい金銀と比べればわずかに十分の一に過ぎなかったでしょう。黒雲はどこへ行ったのだ。それから盗んだ何千両の金はどこへ隠した。池田大輔は独り言のように言いながら、源太や仙太郎と一緒に引き上げたのはその日もやがて昼近い頃でした。それから夕刻まで金杉四丁目の二平長屋は極めて静かに過ぎました。大勢のやじ馬も飛びの者も全部帰って、二三人の下っ引きが木戸の外を見張っておりますが、それも全くおぎりだけで、木戸は鎌倉街道のように大勢の人が自由に出入りをしております。その晩も過ぎて、あくる朝、池田様、てめえら。飛び込んできたのは源太でした。どうした源太、何が大変なのだ。大助は寒々として物の本などを読んでいたのです。とうとうやられましたよ。何がやられたんだ。あのツンボの婆さんが殺されているじゃありませんか。何、あの年寄りが。池田大助もさすがに驚いた様子です。今朝あの長屋を見回って、婆さんの家が開かねえんでこじ開けるようにして入ると、中で婆さんが絞め殺されているじゃありませんか。着替えもせずにいるところを見ると、多分酔いの口にやられたんでしょう。それは大手抜かりだった。昨夜気がつかないではなかったが、まさかと思って油断をしたよ。池田大助の軽眼は早くもこのことあるを恐れていたのです。昨日から分かっていたんで。源太は甚だ平らかでない様子です。いや、分からなかったのだ。そのため仙太郎に言いつけて、あの年寄りはどこから来たか、身元は確かか、二太郎の遠縁のものというのは本当か、そんなことを詳しく調べさせたのだ。するとあの年寄りの身元は誰も知っていず、二太郎の遠縁のものというのも怪しく、二三年前まで浅草あたりで物もらいをしてきたということが分かったのだ。するとどういうことになるやしょう。池田さん、来い、下手人をすぐに縛らせてやる。その代わり手ごわいぞ。あの老婆殺しは凶賊黒雲だ。池田大助はそう言いながらも、源太と一緒に金杉まで飛びました。そのくせ者はどこにいるんです。池田様。二人は金杉橋を渡って四丁目の角を曲がっておりました。あれ、あの男だよ。池田大助が指さしたのは、ちょうど二平長屋の木戸口を出てニコニコしながらこちらへ近づいてくる若い男、家主の二太郎ではありませんか。小夜だ。源太はやにやに飛びつきました。何をしやがる。振り払って逃げようとする二太郎を、神妙にせい。退路を立って池田大助はその前に大手を広げていたのです。この捕り物は大骨を折らせましたが、大助と源太が協力してともかくも縛り上げ、その時駆けつけた大勢の下っ引きに手伝わせて番所に送った上、婆さんの家を徹底的に調べさせました。天井裏も床下も念入りに探してみるがいい。ここに二三千両の金を隠してあるはずだ。もしここになければ井戸の中だ。そういう池田大助の言葉は気味の悪いほどよく当たって、お雪婆さんの家からと家の前の総井戸の中から何千両の大金が面白いほど続々と見つかったのです。木戸が厳重すぎるのも変だし、人別が怪しいと言って修験者を追い出したくせに、小敷婆さんを洗い上げて自分の菓子屋に住ませ、かなり贅沢に暮らさしているのも変ではないか。現にあの晩黒雲はあの家に飛び込んで姿を変え、後から追っかけて木戸を入ってきたやじ馬の中に潜り込んだに違いない。姿を変えると家主二太郎だから、誰も疑うものはないわけだ。そこまでは気がつきませんでした。事件が一段落になってから、池田大助は源太のためにこう説明してやりました。あの六軒長屋の住人に黒雲がいなければ家主の二太郎のほかにはない。ところが六軒長屋の人たちにはどうしても黒雲らしいのはないのだ。
大原という浪人者は怪しかったが、金持ちの真似はできても貧乏人の真似は容易にできるものでない。それから空き家で私が桶の下から黒い覆面頭巾と装束を見つけると、戸口の外に立っていたはずの二太郎がへっついの下が怪しいと言い出したろう。どうせ私にあの金を見つけられるものなら、自分が見つけてそれを手柄にして、運よくば隣の老婆の家と井戸に隠した金を助けようと思ったんだろう。恐ろしく気の回る男だ。でもあの男は親孝行だったと言うじゃありませんか。それは偽物だろう。あれは養子だというから、母親とは義理のある仲だ。道楽でおしゃれで金遣いの荒い男が義理の母親に心から孝行するはずはない。あれも小敷女を拾ってきて贅沢させておいたのと同じ手で、孝行を売り物にするための細工だったことだろう。嘘と思うなら母親に聞いてみるがいい。孝行らしく見せて、内実はうんと意地悪かなんかしていたに違いない。半病人で身動きも自由でない母親は、それを人に言うことさえできなかったのだろう。老婆なども一応道具に使われたが、何かの弾みで物を言われるとかなわないから、虫のように殺してしまったのだ。あれが本当の悪人さ。この池田大輔の言葉は見事に当たりました。黒雲の二太郎は親孝行さえも手段にするような、最も太刀の悪い泥棒だったのです。野村古道作、怪盗黒雲、全文読み切り、池田大輔捕物全集、その1より。第一章。旦那、大将、親分。春の日に生暖かくなっているお長屋の縁側に波乱灰になって、雨屋の仙太郎少年は障子の中の池田大輔をこんな調子で呼ぶのです。相変わらず変なことを言うやつだ。なんか用事があるのか。大輔は読み差しの本を伏せて机に向かったまま、障子を半分ほど開けてやります。お美濃さんが心配してるぜ。旦那様があんなに初見ばかりしていなすっちゃお体に触るから、少しはお気晴らしのためにどこかお誘いしておくれって。定女だね、お美濃さんは。これこれ、バカなことを申すな。美濃はまだ嫁入り前だ。定女というやつがあるか。へえ、うまくいってるぜ。早く池田氏と祝言させなきゃと石子の旦那は言っていたぜ。なんという口を聞くのか。もういい、用事がなかったら帰れ。池田大輔も驚きました。この雨屋の少年と付き合っていると、とんだ顔を赤くしなければなりません。もっとも桶屋大五郎の子に生まれた大輔は、大岡越前の神に見出されて士分に取り立てられたにしても、決して昔を忘れたわけではなく、この雨屋の仙太郎少年の無礼を咎める気にはなれなかったのです。用事は終わりさ。神楽坂のとっさんのことづてを持ってきているんだぜ。粗末にしてもらいたくねえよ。何？父上のお伝言？それはどんなことだ。まずこっちへ上がれ。池田大輔は思わず膝を直します。現金だぜ。けれけれと言ったのが、神楽坂のとっさんの話が出るとこっちへ上がれだってやる。へっ、誰が上がってやるもんか。仙太郎は急に強くなりました。まあいい、お前にはかなわないよ。上がって菓子でもつまむがよかろう。落眼のうまいのがあるぞ。美濃に茶を入れさせよう。そう話が上がったら上がってやる。仙太郎はなぎなたぞぼりを脱ぐと、足のほこりも払わずにのこのこお座敷に入ってゆくのでした。ところで父上のおことづてとは何だ。池田大輔は仙太郎の食欲の満足した頃を見計らって静かに問い進みました。なんでもないよ。
以前一方ならぬお世話になったうちのお嬢さんが神楽坂のとっさんにお手紙を届けてよこしたんだとさ。それだけのことだが、年寄りじゃどうしようもないから、お好き屋橋のせがれのところへ持って行ってくれと言うんだ。お上の御用で忙しかろうが、この手紙を読んだ上、お嬢さんのお力になれるものなら、何とかしてやってくれと言うのだ。仙太郎はそう言いながら、飴箱をガチャガチャさせて、飴の粉だらけになった手紙を取り出し、池田大輔の膝の前に押しやるのでした。そんなことなら早く出せばいいのに、大層もったいぶるじゃないか。どれどれ、そうでもしなきゃお立ちの落眼が出そうもなかったぜ。しようのないやつだ。言いながら大輔は半紙いっぱいにべっとり書いた手紙のしわを机の上で丁寧に伸ばしました。それはまことにたどたどしい文句ですが、主席は思いのほか美しく、大体の意味は、私はこのまま死ぬかもしれない。一日一日体の弱っていくのが私にもよくわかるが、本堂の徳庵様は身内に病があるわけではない。気を大きく持って養生をすれば自然に治るとおっしゃるけれど、私は死神に取り憑かれているような気がして、これが本復するとはどうしても思われない。現に黒装束の恐ろしい死神が私の枕元へ毎晩現れて、私をあの世とやらへ引きずっていくような気がしてならない。誰かこの私を助けてくれるものはないだろうか。私の命はあと3日とは持ちそうもない。あの不気味な青い顔をした死神を追っ払って私を助けてくれるものはないだろうか。私はもう。手紙の文句はそこでプツリと切れております。これは容易ならぬ手紙だ。書いたのは何という人で、誰が神楽坂の父上様のところへ届けたのだ。池田大輔も居まいを直しました。青い顔をした黒装束の死神が毎晩来るという言葉がひどく不気味なものを暗示しているのです。そんなことを知るもんか。神楽坂のとっさんに聞くがいい。仙太郎少年はケロリとして残りの落眼をつまむのでした。第二章、小石川金富町の講義御用。御装束師小沢丹後はその時52歳の分別男でした。もともと先々代丹後の招福の出で、19年前世を早くした兄の後を襲って小沢の家業を継ぎましたが、兄の忘れがたみおきみというのが成人の上は、それに婿養子をして小沢の家を守ることに親類一同の申し合わせができておりました。そのおきみという姪、19になったばかりのめっぽう可愛らしいのが、この間から原因のわからぬブラブラ病にかかって、次第に頼み少なくなってくるのでした。もっとも小沢丹後には姪のおきみと同じ年の19になる丹三郎というせがれがありました。これは才はじけた若者で、一角物になりそうに見えましたが、17の秋から道楽の味を覚え、箸にも棒にもかからぬ厄介者になっております。例えば悪所通いの金に詰まって、嘘はつく、物は持ち出す、親類や知り合い中を借り回る、それで足りなくて近頃は防犯詐欺までやって、事件は内分に済ませましたが、親類一党から感動を要求されているありさまだったのです。小沢丹後の家は裕福で満ち足りておりましたが、内儀は5、6年前に亡くなって、家族というのは主人の丹後のほかにはせがれの丹三郎と姪のおきみだけ、奉公人は手代の喜八、佐吉の2人のほかに、おはやというおきみの乳母だった50女と下女のお松だけ。そのお松が出がわり前に急に暇を取って、
その代わりお松のいとこのお高という娘が手伝いに来ておりました。そのお高というのは色の黒いきりりとした娘で、いとこのお松に比べると目牛と猟犬ほどの違いがあり、主人の丹後もこいつはとんだ掘り出し物だと喜んでいましたが、一番喜んだのは姪のおきみで、2、3日経つうちにすっかり打ち解けて、今ではお高を朝から晩までそばに引きつけておくようになり、そのせいか一時頼み少なく見えたのが、次第に元気を回復して、医者の徳庵もこの分ならばと一応周尾を開くほど元気づいてきました。こうして下女のお高が来てから7日目、詳しく言うと3月3日桃の節句の前の晩、大変な騒ぎが起こったのです。大変でございます旦那様。主人丹後の部屋へ転げ込んできたのは乳母のお早でした。何を急ぐのだ。丹後は帳面か何かを調べていた顔を静かに振り仰ぎます。52という男盛りで、油ぎったたくましい眼差し、額口の広い顎の張った何様一癖ある面魂で、名字帯刀を許され公儀の淵をはんでいるだけに、出は町人でも一角の武家に見る方の人間です。若旦那様が。何、丹三郎が。もしや。丹後は立ち上がると、お早の体を払いのけるように廊下を一足飛びにせがれの部屋に駆けつけるのです。ひな壇、形ばかりのささやかなのを右に見て、奥の六畳のせがれの部屋に飛び込んだ主人丹後の目に映ったものは、まことに生産極まるものでした。はあ、バカめ、あれを飲んだのか。丹後はせがれの襟髪を取って、ちょうど折檻でもするように首を起こさせました。下半面から胸へ畳を染めて、点々たるどす黒い血、たった一目でそれは恐ろしい猛毒にやられたことは疑いもありません。町内の本堂徳庵は向かいにあった手代の喜八と一緒に坊主頭で火事を取って駆けつけましたが、もはや臓腑を破られた丹三郎を助ける工夫はありません。徳庵先生、せがれを助ける工夫はないだろうか。あの心証を半分あげてもよい。解毒の工夫は。丹後は目の色を変えて徳庵に迫りますが、ダメじゃ、私の手には及ばぬ。いや、いかなる名医でもこれを助ける工夫はあるまい。愚老が危機も及ばぬ猛毒にやられている。多分南蛮者だろう。珍毒半妙武士、そんな生優しいものではない。徳庵は丹三郎の消えてゆく脈を取りながら坊主頭を振るのです。やがて真夜中ごろ、丹三郎は全くこと切れました。これは愚老一存では取り計らいかねる。一応ご検視をお願いしなければなるまいが、一体若旦那は何を食べられたのじゃ。徳庵はさすがに職業意識に立ち返りました。晩のお食事は皆様と一緒でございましたが。乳母のお早はみんなに代わって答えました。50前後の忠実そうな、その代わり少し頑固らしい女です。それから。寝る前に酒を飲ませろとおっしゃいましたが、お旦那様がやかましくて、近頃はうちに酒を置かないことにしておりますので、そう申し上げますと、こんな屋台で酒の用意もないとは、なんというしみったれた心がけだと大層お腹立ちになって、白酒でもいいから持ってこい、まさか3月の2日に白酒がないはずはあるまいと、ひな壇から白酒のとっくりを持ってこさせて、一本みんな開けてしまいました。まだ一本残っているだろう。ではそれを持ってきてくれ。これも医者の役目だ。封印をしておくから、役人が来たら渡すのだ。はい。お早はひなの部屋へ行って、言いつけられた通り一本の白酒のとっくりを持ってきました。
もう一本若旦那が飲んだとっくりは見つかりませんが、確かひな壇の前にあったはずですが。それは困った。まあそうまでは愚弄の役目ではない。それでは。徳庵はそこまで運んでさっさと帰っていったのです。それと入れ替わりに来たのは土地の御用聞きで伝通院の並吉、名前は小池ですが、当人は頑強な五十男で、黒金で射抜いたような感じの男です。第三章、並吉の調べは執拗で徹底的でしたが、徳庵が格好をつけていった以外には一歩も出ることはできなかったのです。この白酒はどこから買って誰の手でとっくりに入れられたんだ。並吉の問いは当然の筋を追います。町内の酒屋一宮から持ってきた品で、とっくりへ分けたのは下女のお鷹でしょう。お早の答えには何のこだわりもありません。ひな壇の飾りや掃除やいろいろの世話は誰がする。お嬢さんは加減が悪いので、今年はみんなお鷹に任せました。そのお鷹というのを呼んでくれ。お早が廊下へ顔を出すと、そのあたりで様子を見ていたらしいお鷹は遅れた色もなく入ってきて、並吉の前に膝をつきました。おめえはお鷹というんだな。はい。粗末な木綿物を着た18区の娘お鷹は不自然なほど黒い顔をしておりますが、顔の道具立てのキリリとしたいかにも聡明そうな娘です。おめえはいつからここへ来た。今日で8日になります。受け人は誰だ。お鷹は言おうか言うまいかちょっと迷った様子で首を垂れました。白酒をとっくりへ分けたのやひな壇の世話をするのはおめえだというが、なんか変わったことに気がつかねえか。並吉は相手の聡明らしさに食らい負けがしたものか、少しばかり穏やかになりました。別に。お鷹はそう言って膝の上にたもとを重ねます。そのたもとの中にあるのは何だ。出さねえか。あのこれでございますが。お鷹が不本意らしく取り出したのは、さっきから紛失しているもう一本のとっくりの空っぽになったのを丁寧に半紙に包んだものではありませんか。ほ、このとっくりを隠したのはおめえか。怪しいやつとは思ったが、神妙にするんだ。並吉の釘抜きのような手はお鷹の下女にしては華奢な右手首をピタリと押さえてしまったのです。ジタバタするな。若旦那に毒を持ったのはおめえだろう。何の意思でそんな不貞ことをした。本名があるだろう。言わねえか。受け人は誰だ。ご主人、早くこの娘の受け人を呼んでいただきたい。それは神楽坂の大助と申す者だが。主人の小沢丹後が答えました。では神楽坂へ迎えをやるんだ。いえ、私の受け人は神楽坂ではございません。お好き山市までお使いのものをやってください。お鷹は思い切った様子でこう言うのです。何、お好き屋橋。お好き屋橋、お南の奉行所役宅池田大輔様が私の受け人でございます。神楽坂は池田様、親御様、大五郎様のお家。なんだと。並吉も驚きましたが、主人の丹後も肝を潰した様子です。近頃評判の池田大輔、その神のごとき明智の触覚がこの家の中まで述べられていたとは容易のことではありません。言うまでもなく、下女のお鷹というのは池田大輔の美しい助手お美濃が顔にすすまで塗った変装姿だったのです。第4章、明くる日は池田大輔、御用聞きの源太、雨屋の仙太郎を召し連れて金富ちょぼの小沢丹後の家に乗り込んできました。入り口に迎えたお美濃、並吉、そして主人丹後の
三人三様の顔はまことに興味の深いものでしたが、ご苦労様で。さすがに主人の端午は自分らしい見識だけは保っております。池田大輔は早速調べにかかりました。まず一応せがれ丹三郎の死体を見ましたが、これはまことに惨憺たるもので、毒の恐ろしさに身震いさせるだけ。身の回りにも長度にも梅女から来たらしい手紙やバカバカしくも贅沢な持ち物のほかには何にもありません。このうちのせがれの評判は散々ですね。道楽強くて薄情で嘘つきで人間がずるくて。源太は近所で集めてきた噂をささやきます。名のおきみは昨夜の騒ぎに仰天して昨日までの元気はありませんが、それでも床の上に置き直って池田大輔の一行を迎えました。気分はどうだ。大輔の問いは優しくて丁寧なものです。ありがとうございます。お高さんが来てくれて食べ物の世話をしたり、夜分そばへ休んでくれたりするようになってからすっかり良くなりました。痛々しくやつれておりますが、いかにも素直な美しい娘でした。それは良い塩梅であったが、この先はもう大丈夫だろう。安心するがよい。ありがとうございます。この娘の父親先代の丹後には、大輔の父親の大五郎が一方ならぬ世話になったと聞いているので、大輔の調子もついしんみりしました。丹三郎がお前に何か言ったことだろうな。大事なことだ、隠さずに言ってくれ。はい、うるさく申しましたが私は断りました。小さい時から一緒に育って丹三郎さんの心持ちも身持ちも何もかも知りすぎております。おきみは顔をあからめながらもきっぱりと言うのです。お前はお高のおみのがこの家へ来る前、毎晩変なものに悩まされたということであったが、それはどんなものであった。池田大輔は源太とおみの以外のものを遠ざけて、おきみにこんなことを尋ねます。黒装束をした青い顔の大入道でございました。大入道、あの嘆しに届くような大きな男が焼酎を開けてぬっと入って、私が眠ったふりをしていると、しばらくその辺で何やらしてそっと出て行ってしまいました。それは毎晩か。この一月ばかりは毎晩でございました。お前は夜中に薬か水を飲むのか。いいえ、枕元に煎薬用意しておいて、朝目が覚めると一杯ずつ飲むようにと徳庵様に申し付けられております。その薬は誰が煎じるのだ。ばあやのおはやが自分でやってくれます。あの人は用心深いから決して人手には任せません。おきみの口からはこれ以上何にも引き出せそうもありません。お勝手を覗くと、乳母のおはやが昼の支度に忙しく立ち働いておりましたが、大輔の顔を見ると、旦那様お願いでございます。お嬢様をお助けください。このまま放っておくとかわいそうにお嬢様は死ぬよりほかはありません。小さい声ですが、半分は目顔にものを言わせて池田大輔にすがるのです。よいよい、きっと助けてやる。その代わりお前も私の言う通りにするのだよ。それはもう旦那様。まず第一に聞きたいが、あのひな壇の白酒は誰が飲むつもりであった。白酒などは殿方は見向きもしません。三日にでもなったら養生のためにまずお嬢様に差し上げて、お流れを私とお高さんがいただくはずでございました。一対のとっくりというが、とっくりに目印でもあったのか。ございました。一本は模様が濃くて、一本は薄くなっております。ところでこの家に黒い切れや青い切れなどはたくさんあるだろうな。それはもうご装束師の家業柄でどんな切れても用意してあります。
おはやの言うことからは何の証拠もつかめそうはありません。旦那様。なんだ。主人が昨夜若旦那の丹三郎さんの苦しむのを見て、バカめ、あれを飲んだかと申したそうでございます。おみのはさすがに良い鍵を見つけておりました。そうだろう、ありそうなことだが、それだけでは公儀御用のご装束師を縛るわけにはいかんな。池田大輔は長と息するのです。そこへ伝通院の並吉がとっくりぼ2本紙に包んだまま持ってきました。池田様、2本のとっくりの中身を3人の医者立ち会いで調べさせましたが、白酒のいっぱい入っている方には何の司祭もなく、白酒のない方、つまり中身を若旦那が飲んで少しばかりとっくりにこびりついている白酒には恐ろしい毒が入っているそうでございます。少しばかりかき取って猫と犬に試してみたが、どちらもキリキリ舞いをして死んでしまったと申します。もっとも何の毒やらまだわかりません。いずれ何番ものでもなければ、こんな恐ろしい品はあるまいと申すことで。そう言って並吉は気味悪そうに2本のとっくりを縁側に押し並べるのでした。第五章。その晩もう一つの事件が起こりました。それはおきみがいつものようにおはやの作ってくれた煎薬を飲むと急に苦しみ出して、徳庵先生が駆けつける間もなく哀れにも息が絶えてしまったのです。小沢丹後もさすがに転倒しましたが、今さら医者の手を離れたものをどうすることもできません。せがれの丹三郎の弔いを出した後で、さすがに気が落ち着かなかったものか、ろくに目の死に顔も見ずに取り急いで検死を願い出て、型のごとく通夜が執り行われることになりました。昼ごろ一度お好き屋橋に引き上げた池田大輔は、御用聞きの源太と一緒にわざわざ金富町までやってきて、その通夜の席に加わったのは、父大五郎が小沢家の先代に受けた恩に対してせめてもの心持ちでしょう。おきみをあんなに可愛がった乳母のおはやが、おきみが死んだというのに思いのほか元気で何かと働いているのは、日頃の一本上司な気性を知る者にとっては一つの不思議な謎でしたが、やがてその疑問も自然に解けてゆく時が来ました。皆様、仏様の前にお集まりを願います。ばあやのおはやさんが親類方に聞いていただきたいことがあるそうです。御用聞きの源太が触れておいて、主人の小沢丹後をはじめ親類方一同をおきみの遺骸の前に集めました。夜はようやく更けて犬の刻9時近くになっていたでしょう。この席上でおきみさんの死骸の前で、ばあやのおはやが皆様に聞いていただきたいことがあると申します。話は随分突飛ですが、どうぞしまいまで我慢してお聞きくださるように願います。親類のうちの何がし、年配の口利きらしいのが立って一同に挨拶しました。列座の親類方、主人丹後をはじめ別席の池田大輔まで思わず固唾を飲みました。末席に控えたばあやのおはやが、思い定めた様子で親類方の居並ぶ真ん中へ進み出たのです。皆様ごめんくださいまし、高いところへ座って誠に相すみませんが、私は何としても我慢がしきれなくなりましたので、池田様や旦那様にお願いして、18年この方胸一つに畳んできたことをここでみんな申し上げてしまいます。一座は黙りこくってしまいました。ごま塩頭の頑固一徹で通った中年女が、一体ここで何を言うつもりでしょう。私は一生このことだけは申し上げないつもりで、神仏にも誓いましたが、
今となってはこのまま打ち明けずに死にでもしては行くところへ行けそうにもないような気がいたしました。若旦那様やお嬢様が死んだのを見ると私はつくづく恐ろしくなりました。これはみんな私どもの18年前にやったつまらない細工から起こった大きな間違いとしか思われません。おはやは額に染み出した冷や汗を拭きながら続けるのでした。みんなこれは間違いでございます。先代の丹後様の忘れがたみと思われたお嬢様のおきみさんはその実今の旦那様のお子様で、若旦那の丹三郎様は先代の旦那様の種でございます。おはやの言う意味はあまりに重大でした。一座の者はただあっけに取られて、しばらくは口を聞く者もありませんでしたが、主人の小沢丹後はさすがに気を取り直して、何をバカなことを言うのだ、おはやお前はおきみに死なれて気が変わったのじゃないかと手厳しく叱りつけます。いいえ旦那様、私は気は確かでございます。どうぞ落ち着いてお聞きください。今から18年前の春、先代の丹後様、今の旦那様のお兄様のお連れ合いが坊ちゃまをお産みになりましたが、その時は先代の丹後様は亡くなった後で、お店は今の旦那様が取り仕切っておいでになり、先代のお連れ合いは向こう島の寮の方に住んでおいででした。ばあやのおはやは落ち着いた調子でこの不思議な話を続けるのでした。その意味だけここへ拾うと、それから3日目に今の小沢丹後の女房が女の子を産んだが、今の小沢丹後が男の子を欲しがっていたので夫の留守を幸い話し合いで兄の忘れがたみと取り替え、今の小沢丹後の内儀は兄の忘れがたみの男の子を育てたというのです。おはやの話はこんがらがっておりましたが、ともかく今の丹後の女房は夫の望みに沿うために、実は兄の子の丹三郎を引き取って自分の子として育て、先代の丹後、すなわち今の丹後の兄の連れ合いは弟の娘、すなわちおきみを引き取って自分の子供として育てたというのです。それは両方の女房とばあやのおはやだけが知ることで、兄の丹後の御家にしてみれば弟の丹後の腹黒さを見抜いていたので、ゆくゆく小沢の家を横領されるかもしれず、その時自分の産んだ男の子を弟丹後の子にしておけば、間違いもなく自分の子に小沢の後が継がせられると思ったのです。この奇形は巧妙に、そして秘密に行われ、兄丹後の御家と弟丹後の女房が死んだ後は、ばあやのおはやの胸一つに秘められて、墓の下までもその秘密を持ってゆくはずでしたが、今となってはこのまま私が死んでは御所のほども恐ろしゅうございます。先代丹後様の忘れがたみの丹三郎様も死に、今の旦那様の一粒種のお嬢様も亡くなりました。そうしてこの私も何の未練もなくこのお家からお一間をいただいて在所の川越へ帰れます。言い終わっておはやはさめざめと泣き入るのでした。そんなバカなことがあるものか。主人の丹後はいつの間にやら立ち上がりました。あまりのことに転倒したのでしょう。胸ははだけ、髪もかきむしり、大きい目をカッと見開いて、恐怖と悔恨とに狂気の一歩手前らしい取り乱した姿です。なんでこの私が嘘を申しましょう。ご覧ください、万一の用意に今日までも肌身を離さず持っておりました。これがその時の取り上げばあさんの受け取り、これらが二人のへその大垣、そしてこれは先代様のご内儀と今の旦那様のご内儀の覚書。おはやは刻銘でした。懐中から取り出した怪しげな書類を三枚も五枚も畳の上へしわを伸ばして、主人小沢丹後の方に押しやるのでした。
一座の親類方は視界のごとく静まり返って、もはやしわぶき一つするものもありません。仙太様のご内儀はその頃別れて住んでおりました。少しばかりのことから今の旦那様と仲違いがあったので、生まれた赤ん坊の男か女も申し上げなかったことでしょう。でもお内儀様方は女同士でそっと付き合いもし、生まれたての赤ん坊まで変えてしまったのです。その二人の赤ちゃんが19年続いて同じ屋根の下で一日違いで相果てるのも因縁でございましょう。なむ。お早は言い終わって袖から数珠などを取り出すのです。第六章。池田様、主人は自分の部屋へ引き取りましたが。源太は心もとない様子で池田大輔の注意を促しました。目を離してはならんぞ。大輔に言われて源太はもう一度主人の後を追いましたが、その時はもう万事が終わっていたのです。変な、池田様、主人は毒を飲みました。転がるように飛び込んできた源太。気の毒だが、他に身の振り方はあるまい。せがれと名を殺したのだ。池田大輔はじっと目をつぶりました。処刑台が幻のように浮かびます。池田様、徳庵が参りましたが、主人小沢丹後は息が絶えました。伝通院の波吉が飛んできました。大輔は黙って首を垂れました。この法の表には許しがたい処置に対して少しばかりの自責を感じているのでしょう。そして、もうよい、美濃、起きるがよい。長い間の死んだ真似は気の毒であったな。声をかけると、今までおきみの死体とばかり思い込んでいた屏風の中の娘が死のとこからむくむくと起き上がって、池田大輔の前につつましく一礼するのでした。波いる親類たちの驚き、それは絵にも筆にも及びません。おきみは無事に神楽坂まで運んである。夕方の先薬に仕込んだ毒は幸い誰も飲まなかった。そうして、池田大輔はあっけに取られる親類方に言うのでした。そしてもう一つ申し上げたい。おきみはやはり先代丹後の娘で、丹三郎はやはり今の丹後のせがれだ。二人が同じ年で三日前後して生まれたと聞いて、ばあやのおはやに含めてつまらぬ狂言を書いたのだ。へそのおがきも母親たちの手紙もみんな偽物だが、丹後はあまりのことに転倒してそれを詳しく見る気にもならなかった。池田大輔は一座の驚きを見回しながら続けました。自分のせがれを殺し、目を殺そうとした丹後を取って抑えるためには、これより他に手段はなかった。罪は深いようだが、おきみの命を救った上、丹後ほどの悪人をせめて処刑台から救ったのは功徳と言えないこともあるまい。池田大輔はそう言って悲しく諦めるのでした。この事件は全く嫌な事件であったが、その中でも死骸のふりをしたおみのが一番の貧乏口であったな。一件が落着してから池田大輔はつくづくそういうのでした。言うまでもなく、おきみを悩ました大入道は、おじ丹後の変装で夜な夜な忍んできては猛毒をほんの少量ずつおきみの先薬に入れ、おきみをじりじり殺す計画だったのです。野村古道作、毒の城酒。池田大輔捕物全集第1巻より。全文読み切り。